三重台湾です。変態先生です。日本と台湾比べたら断然台湾の方がいい。5000円。日本の人に怒られそうなテーマだな。台湾と日本もそうだし、メリットとデメリットもそれぞれがあるんですよね。確かに、もちろん日本にもめちゃめちゃいいところいっぱいあるけど、この部分は断然台湾の方がいいっていうことは確かにいっぱいあるかもしれない。今日は台湾人の私と、大体日本人何年ぐらいですか？4年目みたいな感じですかね。語ります。はい、という今日の企画は、断然台湾のここの方がいい5000円を紹介します。1個目ですね、はい、24時間の店が多い。じゃあ日本より日本にもありますよ、24時間。いや、日本より多いですよ。居酒屋と磯丸水産とか、カラオケもあるでしょ。カラオケもほとんど24時間じゃない。なんかあります？台湾で24時間のお店。あ、もういっぱいある。牛肉麺屋さんとかもあるし、台湾式そば屋さんも24時間の店もありますよ。あ、そうなんだ。あとは、永和豆浆が多いですよね、24時間の。台湾の朝ごはん屋さん24時間なぜかやってるっていうパターンはよくありますね。もはや朝ごはん屋さんじゃないっていうのはね。でもそれも夜食ですよ、確かに。夜にダンピン食べてもいいしね、そういう飲食で選択肢は台湾の方がちょっと多いかなって感じがしますね。あと思ったのは、コンビニ多くない？コンビニは日本も24時間です。日本よりもコンビニの数が多いから。多いよね。それで言うと深夜も困らないし、うちの近くにもセブンイレブンとファミリーマートが横にこう並んである。あ、競争してるね。で、どっちとも24時間営業なんで、選び放題ね。本当にこの土地あたりのコンビニ数は断然台湾の方が多いような気がする。特にコンビニとかめっちゃ納得。あとご飯屋さん、そもそも日本でさ、24時間の朝ごはんさんがないんですよね、だって矛盾してるからね。うん、朝ごはん屋さんは午前だけ。それは台湾のすごさです。あ、でもすごい面白いよね。カルチャーショックです、日本人からすると。やっぱ旅行来たら食べちゃうよね。夜はダンビン、特にダンビン食べないでしょ、あ、そうなんだ、俺は食べないです、いやー、おいに入ってやっぱりしたれ。あ、もう、そう言われたらもう返す言葉がないわまあでもここはまあ納得です。あ、でもそれで言うと僕もちょっと近いところで、台湾の方がここは断然勝ってるなっていう。夜行性に優しい、結構まあいろんなところでも言ってるんですけど、特にこれ台北の話なんですけども、やっぱりその街がすごいコンパクトで、街から街にこう U バイクで移動できたりね、タクシーでも結構安い値段で移動できたりっていうのがあるじゃないですか、これ特に夜力発揮しますよね。例えばちょっと友達に夜、いや、ここで飲んでるよって誘われたら、やっぱ日本だったら、うちから渋谷30分とかかかる、もう行きたくないわっていう風になるんだけど、台湾だと大抵の場所はタクシーで10分とかで行けるわけです。しかも夜でもたくさんタクシー走ってる。で、あとウーバーっていう選択肢もありますよね。だから女性だったらウーバーで移動すれば安全に移動できるじゃないですか。で、しかもタクシーが安い。わかる。夜の日本のタクシーなんてえらい値段しますよ。死ぬほど高いですね。めちゃめちゃ高い。ここはもう完全に台湾が勝ってますね。日本人は結構飲み会が好きじゃないですか、はい、12時好きだら電車がないでしょ、そう。その時はみんなどうする？これはオールオール、だからもうこれはもう朝までカラオケで過ごすとか、もうボロボロになりながら歌いたくもないのに。じゃあやっぱね、これはちょっと年を重ねてくるとちょっとしんどいですわ。だから台北だと特に終電を逃しても帰れるからね。タクシーも安いし。そう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 。これはね、非常に夜行性の人間にとっては便利ですね。お酒を飲んで U バイクに乗るのはこれダメですかね。日本でも禁止ですね、はい、これは日本でも一緒です。じゃあ3つ目、はい、朝ごはんの種類が多すぎ。確かに、まあ日本って言ったらまあおにぎり、コンビニだけですよね。まあ基本コンビニですね。あとはなんかそういう米田カフェとか、台湾だと便利すぎない？ちょっと歩けば家の周り朝ごはん屋さん2つ3つあるからね、あとメニューが多いから毎日が選べる朝ごはんさんは悩むよね、今日は何を食べるか。でも日本でさ、コンビニとかしかないから、入ったら
今日またおにぎりかパンとかそういう感じじゃないですか。まあでもそれで言うとですね、日本人っていうのはやっぱあんま朝ごはんをね食べないっていうところもあるんですよ。え、そうなの？なんか私、そういうイメージでさ、日本人が朝ごはん大好きだから、毎日そういうご飯と味噌汁セットのイメージがあるんですけど、アニメの結びじゃないですか。もう、ね、しかもパン食いの端だから、パン食い、もうアニメ、それ食パン加えて、あの角で女子高生と男の子がぶつかって、そこから恋が始まるやつ、ね、そう、あれはもうアニメですよ。しかもね、そんなにいっぱい朝ごはんやの種類があって、仕事遅れちゃうんじゃないですか、大半の人は。いや、買って会社に持っていく。もう会社のもう修行時間が始まってるのにご飯食べてる人とか台湾でいますね。あれは OK なんですか？ OK です。どういうことですか？学校も OK ですよ。大学も8時の授業でさ、めちゃめちゃ早いじゃん。だから教授よく、まあ、また朝ごはん食べない方食べてもいいですよ、食べながら私の話聞いてねとか。先生が優しい。確かに台湾の朝ごはんの豊富さには本当にびっくりするし、旅行に来るとすごくテンション上がる。まあ、朝ごはんは日本に対してっていうよりも世界的に見てもちょっと台湾っていうのは特殊なんじゃないですか。なんか台湾のよく言うのは、朝ごはんは1日一番重要な食だから、朝ごはん食べなきゃいけないですよ。そういう教育を受けてみんな育ってくるんだ。ぜひ台湾に来たらいっぱい朝ごはん種類があるからたくさん食べてね。4つ目、僕こういう仕事をしてるので声を大にして言いたいんですけれども、 YouTuber が台湾の方が圧倒的に働きやすい。どういう意味ですか？まあこれは撮影の許可とかもそうなんですけれども、確かに許可は台湾でもちろん取った方がいいに越したことないんですけど、それでもねやっぱり台湾の方がむしろもう取って取ってみたいな、宣伝して宣伝してみたいなスタンスのお店さんが多いんで、まず許可取りやすいし、あと例えば撮影中とかさ、まあこれ他のお客さんのことを考えるとどうかなっていうのあるんですけど、でも例えばじゃあ BGM を少し落としてほしいなっていうふうに思った時とかね、日本だとちょっと難しい部分があると思うんですよ。もちろんそれは他のお客様にも平等にするべきだっていう日本の美しい考え方もあると思うんですけど、台湾だと結構お願いすると対応してくださることが多くて、 BGM が大きいとね、著作権の問題とかが引っかかっちゃったりとか、そういうこともあるからね、YouTuber としてはすごいありがたいんです。あとまあやっぱ日本もどんどん変わってきてますけれども、 YouTuber の地位みたいなのが個人的には台湾の方が高いような気がしてて、例えば台湾って日本ほどテレビがめっちゃ強いっていうわけじゃなかったりするじゃないですか。わかる、もちろんテレビタレントは立派な人たくさんいるんですけど、でもテレビと YouTube のこの差みたいなのがすごい少なくて、ネットのタレントはネットのタレント でテレビのタレントはテレビのタレントで、なんかこうちゃんと認められてる感じがして、台湾だと結構そのコンビニのイメージキャラクターとか大きいブランドのイメージキャラクターとかに YouTuber が起用されてることが、台湾の方がそういうケースが多い気がする。今コンビニでさ売ってる商品がさ、たまに YouTuber さんたちが作ったブランドとか、最近のアイスクリームもそもそうだし、台湾で超有名な YouTuber さん T-Mayが作ったそのドリンクスタンドのブランドですよね。さらにアイスクリームも発売した、その韓国から来た台湾に住んでるジンジェングーさんっていうね方とかもコンビニで韓国風おにぎりみたいなのコラボしたりして、至る所でね YouTuber を見かけるんですよね、で僕たちもすごいありがたいことにどんどんとコラボさせていただいたりとかしたんだけど、なんかそういうハードルが低いし、まあ、YouTuber を認めてくれてるからこそこうやって話をしてくれるっていう部分もあるのかなっていうふうに思うので、これはやっぱ自分がそれを仕事にしている以上 YouTuber が働きやすいのは台湾かなっていう気がします。じゃあ最後5つでーす。まだあるかな。ありますよ。台湾でさ、子供とペットに優しいお店が多いです。台湾でさ、あのベビーカーが多いじゃん。よく街でも見かけますね。でもたまにそのベビーカーの中に子供じゃなくて、ワンちゃんが多いですよね。あるわ。めっちゃあるかもしれない、だってあのベビーカーしたらでさ、普通にレストランに入れますよ。入りやすい、だから子供じゃなくてもワンちゃんでも普通にレストランに入れます、それは結構わかるかもしれない。本当にさ、ちょっとしたこうおしゃれなカフェとかでもさ、ワンちゃんがさ一緒にこうね、お茶してない、ワンちゃんお茶してない。でも俺ほとんど椅子の上に
座ってるんじゃない？いる。いるよね。椅子の上にいたり、ちょっと話しがいっぽくなってて、こっちの方駆け寄ってきたりして。うん、でもなんか他のお客さんもなんかそんなに嫌な顔しないよね。可愛い可愛い、うん、台湾のお店のルールでさ、ほとんどな、宠物不落地。どういう意味ですか？つまりペットは床に置かないなら大丈夫です、うん、お店のルールによる。だからみんなほとんどベイビーカーとか、うん、しかも電車とかもあるし、あー電車でもいるわ、うん、なんかマックとかでも見たことある気がする。あと子連れのレストランも、まあほとんど子連れが OK ですよ。もう子連れは日本も OK なんじゃないですか？でも私びっくりしたのは、うん、先週日本のニュース見たんですけど、はい、子連れ禁止の人気ラーメン屋さんがあるらしい、ニュースになりました。なんだろう、名前書いてないけど、うん、人気ラーメン屋さん子連れ禁止。実は私の友達の経験聞いたらさ、うん、私の友達ね、福岡のある店に行ったんですよ、うん、でその時子供がいるんですよ、はい、でお店に断れた。そうなんだ。それはなんかちょっと悲しい部分もありますね。ちょっと悲しいですね。まあもちろん本当にそういうお店ばっかりではないと思うけど、確かに一部本当に大人気店とかではね、なるべくこう回転率を上げないと、お店のこう商売的に厳しくて泣く泣くそうしてるお店もあるとは思う。私がな、うん、日本に行った時ね、居酒屋さんでさ、あんまり子供見たことない気がする、うん、お酒を飲む場に子供を連れてくっていうのも子供がかわいそうっていうのもあったりする。なるほど。台湾だと、うん、そういう、うん、いっぱいあるじゃん、あのルーサオ屋さんでさ、子供が、子供がゲームしたり、パパがお酒飲んだり、そういう、あるよね。それ見かけるわ。あと、もしかしたら日本の人の方がペットを飼ってる人とか子供に対して厳しい人がちょっと多いのかもしれない。日本人の皆さんさ、うん、外にいたら、うん、たまに他の人に迷惑かけたくないから、うん、例えばペットとか子供とか一緒にいたらあんまりレストランに行かないじゃないですか、うん、あと電車の中でやっぱ子供とかが泣いてるとやっぱり結構嫌な顔をする人も多いと思うんだよね。あ、そうです。台湾だとなんか普通に泣いてる子供たちがいるよね、うん、私たちにとってそれはうるさいはうるさいけど、うん、でもみんなはそう育ってたじゃないですか。うるさいけど、まあそれは子供だよって思うよ。あー、まあ台湾の方がそういうところには寛容かもしれないですね。まあ逆に言うと、その子供がいらっしゃる方が台湾に来たりしても、うん、そんなに心配いらないかもしれないですね。子供が元気でも結構台湾の人は寛容に見てくれるよっていうのはあるかも。うんうんうん、へー、台湾もいっぱいいいとこあるじゃん。いや、日本もいっぱいいいところありますよいや、そうなんですよ。この部分は台湾がいい、この部分は日本がいい、よくありますから。私たち前は結構日本のいいところを紹介しましたから、うん、今回は台湾のいいところも、うん、その魅力を皆さんに伝えたいから、いいですね。こうやって比べてみると、この部分は日本も真似できたらいいのになっていうふうに思うこととかもあるし、なんかすごい勉強になったみたいな。ありがとうございます。深夜でも永和豆浆ちゃん食べてるだから僕もやっぱり3年住んで、基本的にはやっぱり住みやすいなっていう風に思う部分が多いので、コロナが終わって台湾に住んでみたいなとか長期滞在したいなっていう気持ちがある方はぜひね、台湾に来てみてほしいですね。今日の動画はおしまい。また次の動画でお会いしましょう。それじゃあバイバーイ。バイバーイ。この動画が好きなら感想としてグッドボタンを押してください。それから私たちツイッターもフォローしてお願いします。下にリンクがあります。それじゃあバイバーイ。